はい、小宝推進委員会会長の金勝氏です。本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。早速なんですけども、最初にこのね、数字日本45というのは何の数字か分かりますか？日本45、ちょっと下をずらすと今度ね、ギリシャ138ってあります。これは何の数字を表しているでしょうか？はい、これはね、まあ後ほど説明しようかなと思います。はい、で、今日本っていうのはすごいセックスレスなんです。はい、もうセックスレスっていうのは月に1回未満、もう関係性行為をしない方がセックスレスと言われてます。はい、でセックスレスっていうのも、まあ恋人の時はすごいするんです。はい、数もこなします。でも結婚をしてしまうことによって回数はもうガクッと何分の1にも減ってしまいます。もともと日本っていうのはセックスレスなんですけども、まあ恋人から、結婚ということで、なんか夫婦になることによってすごい下がってしまうんです。はい、で毎日一緒にいるからかなと思う、なんかいろいろあると思うんですけども、そこでさっきの数字なんですけど、これね、日本は年間45回ってことを平均すると45回性行為をしてますよってことです。で、これ1位なんですけど、1位が、ね、ギリシャなんですけども、ギリシャは138回やってます。はい、こんな差があるんですよ。そうです、こんな差があります。で、まあこういう差があるってことは、まあ、セックスってことなんですけども、あとこの27、なんだろう 27% っていうのが、これもね、週1回性行為をしてるかしてないかって話なんですよ。これもしてるのがね 27% で、もう低い、そう、すごい低いんです。で、日本なんでこれ低いんだろうっていうと、まあ結構グラビアとか水着のシーンとかいろいろあると思うんですけども、それがね結構外にも出てると思うんですよ。広告でポスターにあったりとか、だから外人さんから見たら、あ、すごいここは性が盛んな国なんだと思うらしいんですよ。でもセックスレスじゃないですか。はい、でこれっていうのは、まあ夫婦間でね、欲求を伝え合ってないってことなんですよ。欲求を伝え合ってないってことです。はい、海外の人って、なんか不満があったりなんかしたいとか、すぐ自分の気持ちを言い伝えられるんですよ。はい、私は何回か海外とか行ったり、海外人の友達がいるんですけども、自分のね気持ちを、思いを伝えてくれます。はい、もうわがままとかじゃなくて自分の思いをしっかり伝えられてます。はい、そういう日本ってね、それができないんですよね。だからそういう、もともとそういう国だったかもしれないんですけども、自分の気持ちを伝えるってことはなかなかできないです。だから夫婦になっても仲がいいんだよっていう夫婦もいるんですけど、仲がいいってイコール性行為をしてるってわけじゃないんですよ。仲がいいだけ、そう、仲がいいイコール性行為の数とかじゃないんですよ、また。はい、そこで、まあ、欲求をねしっかり伝えられるようにしてほしいなと思います。少しでも自分の考えとか、こう思ってるっていうのを一回ね話し合ってみるのもいいかなと思うんですよね。はい、で私の小宝整体院に来てくださる方は、夫婦でも、そういう関係持たない方もいらっしゃいますって、そこでまたどういう話をしてもらうかといったら、その関係の話もしてもらいます。月にどのくらいですかとか、週に何回ですかとか、もうお聞きしますと、私も結構ズワズワ聞いちゃいます。そこでもう関係を持てないっていうんだったら、まだ持てるように、まあ両方旦那さん側にも来ていただいて、まあ、2人でまた話し合ったりとかして、はい、そこまで徹底的に、なんだろうね、もうセックスレスっていうか、関係ずれちゃうんですよ、目標が。奥さん側と男性側の目標がずれちゃうと、いくら経ってもゴールにたどり着きませんので、2人の目標を1つにします。2人の目標を1つにすることによって、目標に向かって2人はどれか近づいていけてるかっていうのが実感できるんですよね。そこで私も一緒に入って、あ、今回は奥さんの方が近いとか、旦那さんがちょっと離れてるから旦那さんは上げていこうとか、もう少しこうしたら良くなるんじゃないかなっていうのをいろいろ考えてやってますので、はい、でいろいろお聞きしますので、またそこでまた
詰められたらなと思います。はい、この気持ちが高まってくればなと思うので、まずはまあセックスレスで性行為の回数っていうのも大事なんですけど、まずはね、まあ、それ以外でもいいんです。自分の気持ちをしっかり伝えてみてください。自分はどうしてどういう風にしたいとか、はい、仕事がこういう風にしたい、ああしてみたいとか、どっかに、簡単なことですよ、どこどこに行きたいでもいいし、はい、自分の気持ちに素直になってほしいと思います。はい、それを自分だけで考えるんじゃなくて相手に伝えてみる、それがすごい大事です。考えてることは皆さんできるんですよ。考えられるのはできる。それを伝えるのが難しいと思ってるんですけど、意外と伝えて言っちゃえば、あ、そうなんだ、そう思ってるんだっていうふうに思ってくれるんですね。はい。言った後はどうなのかな、これはどう、あんまりこれ良くないのかなっていう、なんかマイナスなイメージっていうか、引っ込み思案なところが多くありますので、そこをしっかりと伝えることによって、それでまたね、あ、相手もまた理解できると思うんですよ。はい。で、理解力が深まってきて、また、いろいろ関係が結ばれてくると思うので、ぜひ、自分の気持ちを大事にしてほしいかなと思います。はい、子宝推進委員会ですね、はい、の方でまた動画上げていきますので、ぜひお待ちください。また何かありましたら、あのホームページの方に質問とか、こういうふうに企画してほしいっていうのがあれば、どしどし、コメント欄に残してください。はい、ではよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。